ユースフ R15 はヤマハ発動機がインドにおいて生産発売しているオートバイである。ユースフ R15 は2008年に発表された。ヤマハ発動機がインド市場においてスポーツモデルの定着を狙って開発した車両で製造は現地法人のインドヤマハモーターが行っている。外見は欧州で生産されているユースフ R125 に近似しているが、 車体の細部やマフラーなど部品の装飾を簡素化することでコストを抑えており販売価格はユースフアール125と比べて日本円で10万円ほど安くなっている2011年のモデルチェンジで足回りの改善とデザインの修正が行われたがこのモデルは2012年にインディアデザインマークという現地のデザイン賞を受賞している 日本でもオートバイショップにより並行輸入の車両が販売されていたが2012年7月25日よりヤマハの系列販売店である YSP においてユースフ R15 が発売されたただし形式認定による国内正規車両ではなく輸入車としての販売となるインド市場に新しいスーパースポーツを提唱するヤマハユースフ R15 ヤマハ発動機 2008年1月10日、ユースフ、R シリーズの技術思想を反映した、インド市場向けスーパースポーツ、ユースフ R15 モデルチェンジについてヤマハ発動機、2011年9月7日、インド生産のスーパースポーツモデル、ユースフ R15 インド発の国家的デザイン賞、インディアデザインマークを受賞ヤマハ発動機、2012年5月24日。ありがとうございます。